か、まあ、今日はね珍しく、動画をアップしようかなと思っております。まあ、普段はライブ配信をしている私ですけども、何かお知らせ事があるときはですね、まあ、この形で動画をアップすることがあるわけでございます。まず、主なお知らせ事2点ございます。まず一つ目はですね、まあ、チャンネル登録者数が無事300人到達いたしました。まあ、これも一重に皆様の、ご協力のおかげでございます。ちょっと感謝の気持ちを、まあ、表すという意味でもですね、ありがとうございましたと、まあ、ちょっと一言、まあ、お伝えしようかなといったところでですね。で、まあ、チャンネル登録者数が300人に行った時に企画していたのが一つありまして、まあ、クッキングライブをしようということをずっと前から決めていたわけですね。まあ、これはですね、今 YouTube の予告の方にですね、リマインダーの方にですね、金曜日の夜9時からクッキングライブってちょっと出てるんですけども、ちょっと一つですね、重大なことに昨日気づいたわけなんですよね。それが何かというとですね、まあ、魚を買ってきて三枚おろしにして、まあ、お寿司を握り寿司を作るライブ配信をするんですが、その食材がですね、ちょっと金曜日に手に入らないことに気づいたわけなんですね。なので、金曜日は、まあ、雑談枠に切り替えて、でクッキングライブ、まあ、チャンネル登録者数300人記念の、クッキングライブは土曜日にやらさせていただくという形で変更になりますので、まあ、その旨をですね、まあ、皆さんにお伝えしたいなと思って、今日のライブ配信、今日の動画投稿を行います。タイトルにございますようにですね、今日衆議院選挙、今日10月20日ですか、衆議院選挙の、投票ですね、期日前投票というのが始まりましてですね、まあ、当日選挙に行けないよとかね、まあ、コロナが怖いよとか、まあ、そういう方のための、投票を先ほど済ましてまいりました。まあ、一応、まあ、国民としての権利は、まあ、使える権利は何でも使うというところですね。まあ、ちょっと、まあ、投票の方は行かさせてもらって、まあ、無事に今、終了して帰っていくわけでございますけどね。まあ、結果が分かるのは10月31日ハロウィーンの日ということでですね、まあ、今年も、まあ、コロナの影響を受けてちょっといつもと違う、例年とは違うハロウィンになるかと思いますが、まあ、多分テレビとかラジオとかマスメディア等はですね、まあ、選挙一色になるんではないかなと思っておりまして、まあ、そのね、まあ、投票を済ましてきましたよっていうね、まあ、ただそんだけのちょっと選挙に関する話題はそんだけなんですよね。ごめんなさい、まあ、皆さん、この話、動画ですね、多分10分ぐらいやると思いますけども、特にオチは考えておりませんのでね、まあ、見たい方は見ていただいて、まあ、なんか期待している方は、もう飛ばしていただいて全然大丈夫でございます。まあ、ちょっと近況報告をですね、まあ、ちょっとつらつらつらと、まあ、お家に帰るまでの間、まあ、ちょっとやっていきたいなと思っておりますけども、ですね、私、普段動画の投稿はほぼしないですし、編集なんてもってのほかという、もうライブ一本 で YouTube の配信をしております。なぜ YouTube のライブ配信を始めたかというと、私のすごく尊敬する
YouTuber さんに影響を受けたからなんですね。まあ、それがヤクモさんっていう、まあ、福岡でロックバンドの活動をされている方なんですけども、まあ、ヤクモさんとですね、その当時は平星さんっていう、まあ、これもまた、ヤクモさんのイラストレーターを担当している、まあ、女性の方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方に、まあ、ライブをしないかと勧められたのがちょうどおよそ1年前じゃないですかね。まあ、これで、まあ、そこからちょっといろいろ紆余曲折、まあ、機材を揃えたりとかね、まあ、いろんなことは、いろんな作業を経まして、まあ、多分去年の今ぐらいにはもうライブを始めてたのかな。私ですね、他の配信者さんと違ってですね、そのライブの記念日っていうのがいつに当たるのかわからないですね。まあ、いつ始めたのか、もう最初の頃は放送事故ばっかり起こしてたものですから、どれが一番最初のライブ配信になるのか本人でも全くわからないわけなんですね。まあ、というわけで、まあ、大体この辺りが、まあ、1年かなっていうことで、ちょっと今日はねお礼を兼ねて、ちょっとね動画というか、まあ、動画ですよね、まあ、動画というかっていうか、もう動画そのものですけども、まあ、お礼をしたいと思います。ね、1年前から私のことを知ってくださっている方も、最近私のことを知ってくださった方も、どうもありがとうございます。いろいろね動画見ていただいたり、コメントをしていただいたり、ライブのね、電話テレフォンコラボレーションに参加していただいて本当に感謝でございます。まあ、これからもですね、まあ、似たような感じで一応ライブ配信はしていくんですけども、ですね、まあ、ちょっとね、多分ライブ配信の中では言ったんですけども、ちょっと人事異動というものがございまして、ですね、まあ、それに伴って、まあ、ライブの内容を、まあ、変えようかなとは思っています。まあ、それはどのように変えるかはまだこれから考えるところなんですけども、まあ、まずはですね、今新しく、私が働くことになった部署についての考えを深めて、まあ、体でもその業務内容を染み込ませて、まあ、そこからね慣れていってからちょっとね、まあ、どのようにライブ配信を新しくしていこうかなっていうことは考えていくつもりでございます。まあね、まあ、ちょっとどうしようかな、うん、まあ、例えばですね、まあ、コミュニケーション、まあ、リスナーさんとのコミュニケーションも、まあ、チャットだけにするとかね、まあ、電話コラボは極力しないとかね、まあ、ちょっといろいろね考えてはいますけどね、まあ、それはその時になってから考えようかなと思っております。まあ、あとそれと、この間朝活ライブというのをさせていただきまして、朝の5時半からですね、なんと早起きしてライブをしたという、挑戦にも試みました。朝早くにもかかわらずたくさんの人に見ていただきまして、これも、感謝感激雨あられというところでございます。ありがとうございます。まあ、こういったチャレンジをですねしていきたいなとは思ってはいるんですけども、何せですねちょっと、うん、まあ、ちょっと海外のリスナーも結構いましてですね、彼らが海外のリスナーど私のリスナー同士がなんかいろいろ電話とかメールとかでつながってて、私がライブをするとなんか電話で電話とかメールで彼らがなんか連絡取り合ってライブに来てくれるわけなんですね。これは本当にすごく嬉しいことなんですけども、この間ですね4時に起こされたとかね、まあそんな、まあ、2時に起こされたとかね、なんかそのまあ確かに日本時間で5時半にライブ始めても他の国だと時差がありますからね、まあそういったことも起こるわけですね。まあ、逆になんかね、お昼の3時、まあ、アメリカとかだったらお昼になりますから、まあ、お昼になってなんかね、
ちょうどよかったよって言ってくれる人もいたりとかしてね、まあそのバランス、まあそうですね、まあこれからのライブ配信のキーワードはですね、バランスをいかに調整していくか、まあそんなところにまあ重きを置いていきたいなと思っております。まあ日本国内のリスナーさん、海外のリスナーさん、まあそれぞれが楽しんでいただけるライブ配信、まあこのチャンネルを開設したのもですね、まあ最初ね、本当にびっくりすると思うんですけどね、落語チャンネルとしてこれ実は開始されたチャンネルなんですね。DJ ハトツレディオショーのサブチャンネルとして、まあ私が落語をするっていうチャンネルなんですけども、チャンネルとして始まったんですけども、結局やった落語はですね、2つで終わってしまって、もうあとはなんか紆余曲折を経て今の形に落ち着きました。やっぱり大きかったのはライブ配信を始めたということなんですね。まあこれが特に大きかったんですね。まあそんな感じでですね、まあまあこれからもお付き合い願えたらなと思っております。あ、すいません、ちょうどね車が止まってくれたんでね、ちょっと横断歩道を渡りましょう。まあ言いたいことはまあそのくらいですかね。まあ本当にね、まあ私このライブ配信をするにあたって心がけていることは、まあ皆さんにありがとうという気持ちを持つことと、あと継続していくということなんですね。まあ同じことやってるとね、まあリスナーの数っていうのは飽きられて減っていくものでございます、けども、ですね、何言おうとしたかな、昨日から始まりました選挙戦、なんか選挙カーが来ましたね。うん、ちょっと私の声より大きいんじゃないですかね。あ、曲がってったね、曲がってったから、まあ声は、選挙カーの声は少なくなって小さくなっているでしょうね。何言ってたかな、あ、そうそうそう、感謝の気持ちを申し上げるということと、あと続けていくということですね。似たようなことばっかりずっと続けていっていると、リスナーの数減っていきますので、まあ、新しいことにチャレンジしつつ、フル株のリスナーさんに寂しい思いをさせないようなバランスを、取っていくということですね。感謝と継続とバランス、この3本柱を、まあ、大切にして、まあね、これからもやっていけたらいいかなと考えております。まあ引き続きですね、主な、コンテンツは雑談配信とイラスト配信になっていきまして、ちょっと今週の土曜日は久々のクッキングライブでございます。愛知県は、まあ私名古屋に住んでるんですけども、愛知県はですね、南知多町にある豊浜魚広場というところで魚を買ってきて、まあ、多分、一応第一候補はハマチでございます。でですね、まあ、豊浜、愛知県の知多半島というのはとても海産物も盛ん、豊かでですね、特にフグの生産高がとても有名でしてね、山口県の下関がフグで有名ですけども、まあ、そこに、フグを送ってるという、まあ、そんな土地柄でもございます。ね、そこで、まあ、材料、まあ、一番嬉しいのはハマチが手に入ったらいいかなと思っておりますけども、こちらの方は今週の土曜日夜9時半あごめんなさい今週の土曜日夜9時から、まあ、皆様と一緒に、まあ、クッキングライブをしていけたら嬉しいかなという形で、予定をしております。ね、今週もあとね、まあ私の場合ですけども木曜日と金曜日、まあ2回仕事をしたら一応ね週末がやってくるというところでですね、まあね、まあ頑張って、まあ、まあ目の前にある課題を頑張っていきたいなと思っております。
皆さんはね、特に、まあ、今週のあたりぐらいから非常に季節が変わったような寒さになってきましたから、どうぞお体の方にはお気をつけて、まあ、風邪等のあとね、やっていっていただければ嬉しいかなと思っております。では私からのメッセージはこれにて以上。では、次は金曜日のライブ、雑談ライブになっていきます。その時にお会いしましょう。ありがとうございました。